丹南中学校の中森では反転学習を中心に3年間の実践研究を行ってきました本研究は生徒の学びを変えていくことそして教師の授業の進め方を改善することを目的として行っています平成27年度では予習をすれば生徒は主体的になる 生徒の思考力,非考力表現力などが伸びること復習もしっかりしてくることが分かりましたまた講義中心の授業から生徒の活動中心の授業に移行していくことも分かりましたこれらの成果を受けて学力向上の鍵は生徒の主体的な意欲態度と 生徒の活動中心の授業にあると考えましたその仕掛けとして反転授業の実践が有効であると期待したわけです反転授業では反転授業では授業が効率的に進みやすく実験実習の時間を確保しやすいことがあります理科や実技強化などでは有効です また、えー、生徒同士の意見交換などが活発になります、えー、知識理解の広がりや広まりを目的として、えー、英語や数学などで実践しています本校では、えー、予習動画を全教科で自作をしています、えー、著作権がフリーになることが目的の一つですまた、えー、予習動画を授業でも積極的に使いますこれは、えー、授業改善につながることを期待してのことです 従来の反転授業とは若干違うところが出てきましたまずは予習動画イコール講義動画であるとは考えていません予習動画の時間が一歩の時間が非常に短いです予習動画を授業でも積極的に使っているところなどが特徴的かと思いますまた予習そのものも次の授業ではどういうことをするのかおおよそのイメージが分かればいい どこが難しそうなのかが分かればいいその程度でよいという具合に考えています実際に予習動画についてですが予習動画の長さは本校では12分程度を目標にしています作成しやすいです生徒の視聴率が高いですしかも何度も生徒は繰り返し見てくれますまた複数の教科で視聴が重なったとしても負担が大きくはならないです さらに、えっと、予習動画では全てを理解させようとはしていません。えー、説明不足の部分が少々あっても良いと考えています。むしろその方が少し気になる部分が出るので、えー、生徒の学習意欲が高まる傾向があります。えっと、ここで予習動画を見ていただき、えっと、ます。音楽家、えっと技術程 体育なんかでは、えっと、手元の三十秒ぐらいの,の動画を作っています、えー、リコーダーのこう音階を出す音の見せ方ですね、えー、理科などでは理科の実験の手順の動画を作っています 中学3年間の理科の実験の手順動画を市内の中学校の先生方で分担して去年作成する予定でしただいたいできていると思います今日の狙いはえっと英語科は音声をつけて文法事項を説明する動画です,ですこれも中学3年間もそろっています何 と聞きたいときは What を使いましたよね今回は誰と聞く質問を練習します誰と聞きたいときは Who を使います例えばこの男性を指して彼は誰ですかと聞くとき誰は Who です バットの質問と同じように、「who を一番最初に持ってきて、「he。これで彼は誰ですかと聞く質問になります。Who is he? 彼は誰ですか下の数学科の,の方は、これ、アニメーションで中学3年間分の教科書に準拠した内容を作っております。これ、音声をつけていません。 いろいろ試したんですが、えー、音声をつけると音声に頼って生徒考えてくるので、音声がない方がこう自ら探って考えるという思考過程になることがわかりました。えっと授業の展開例の一例です。ここでは生徒の気持ちを追いかけて解説したいと思います。まず生徒は予習します。 予習で分かった生徒は誰かに言いたくて気持ちがうずうずしていますちょっと分からなかった生徒疑問点のある生徒は気持ちがもやもやします気になって仕方がないので、えー、次の授業で誰かに聞こうと思っていますこの段階ですでに主体的に学ぼうとする姿勢が生まれていると考えています授業の初めに生徒の活動の時間を設けますここで聞く言うのやり取りが生まれます 何往復も生徒同士でやり取りをしますので、えー、双方ともに満足してすっきりしますその後教師によるまとめをします、えー、まとめを聞きながらああそうそうと生徒は納得したりあここここと、えー、一番聞きたいところでぐっと集中力が高まったりします最後に練習問題します、えー、すらすら解けた生徒はもちろん気持ちがすっきりしますそうでない生徒はなんとなく分かっているようで分かってないような状態です これ実際に生徒の話を聞いたんですがこの状態がとても気色悪いと気持ちが悪いもう気になって仕方がないもうそわそわするというふうに感じてくれた生徒はほぼ、えー、その日のうちに家に帰って復習しているようです。 効率的に授業が進みやすい授業例です。これは理科のの実験の例です。特徴としては考察にかける時間がたっぷり取れるということです。知識理解を中心のパターンです。特徴としては授業の初めに生徒同士で教え合いをするとこのパターンになれると生徒は教え合いを特に好むようになります。 先生後期いいから、早く教え合いをしてよっていうような無言の圧力があります。えっと、篠山市で実施している学力調査の結果です。丹南中学校はこの赤のラインでなんですが。えっと、篠山市の緑のラインよりも低いです。え、グリーンの50のところが、全国平均を50と見なした場合です。 残念ながら中学校入学時点決して高学力とは言えない状況でした1年後です笹山市は全国平均よりも上回っていますが丹南中学校はさらにそれを上回る結果になりました非常によく学力が伸びたと言えると思ってちょっと喜んでおります1年生の えと数学のテストの学年の平均と学級の平均との差を得点で表したものですえほぼ毎時間、えー、反転授業を行った黄色の学級の平均点の伸びが、えー、著しいのではないかと、えー、このことから、えー、反転の授業は回数が多い方が効果が高いのかなとこのように思っております、えー、生徒の感想です 予備知識ががあるかから授業が分かりやすすいいという感想です、えー、と予習動画を授業でも使っているからさらに分かりやすいという感想も多いですまた、えー、予習動画として作ったんですが復習として活用してますという意見も、えー、たくさんありました、えー、と生徒同士で教えをする活動の方が、えー、分かりやすい、えー、という感想です 教え合う活動は生徒同士のやり取りが何往復も生まれます何往復もある教え合いなので最終的には理解が深まるんだろうなという具合に分析していますまた新しいことを先生に一から教わるのはつまらない新しいことはまず自分で探ってから授業を聞いた方が面白いこういう生徒もいます まあこういう生徒になってくればもう主体的な学び方が十分に身についているんだろうなという具合に思っています生徒の主な変容としてはご覧のとおりです篠山市では5つの中学校が学習素材など共同して作れるようなシステムを作りました本年度は篠山市立錦中学校がパナソニックの一般助成も受けております えー、期待をしております。えっと反転授業では、えー、だいたいいつも同じような質問が出てきます。えー、疑問に答えてこのようにあの主なものはまとめておきました。えー、またご覧おきください、えー。最後に感想を述べて終わりたいと思います。えー、教室内には、えー、すぐに理解をする生徒とゆっくり理解する生徒がおります、えー。納得するのに必要な時間が大きく違います。 それぞれの生徒に必要な時間を保証してやればいいのでしょうが、おそらく不可能だと思います。ところが、予習と教え合いを組み合わせると、一定の時間内にかなりの生徒が納得できるようになります。私としては、ここのところに大きな期待をしております。また、予習動画を自作することは、教員の資質向上にも大いに役立ちます。 うまくやればとてもありがたい結果が待っているなと思っておりますこれで実践報告を終わりますご静聴ありがとうございました